アブラコウモリはコウモリアモク、ヒナコウモリ科に属するコウモリの一種。日本に生息する中では唯一の重化性、すなわち家屋のみを住処とするコウモリである。従って日本では人間にとって最も身近なコウモリであると言える。その習性からイエコウモリの別名がある。フミゼンキカ動物とする説もある。また別名をアブラムシともいい。 エイブラマスという種称名はこれに由来する。アブラコウモリはシーボルトが長崎で入手した標本によって西洋に紹介されたが、当時九州北部でアブラムシと呼んでいたために、その名称とともにヨーロッパへ渡ることとなった。日本動物史にもベスペルティリオエイブラマスとして記載されており、長崎の建物の屋根裏などに見られることなどとともに、 サンロムジョポネイブラマシーというと説明されている。江戸時代には、この故障は、全国的にも、一般的であったとされる。油コウモリの翼部大きさは、前腕長30.3から35.5ミ、mm、リメートル、東道長38から60ミリメートル、お長29から45ミリメートル、体重5から11グラム。四式は2 2、2、3.1、1.2、2.3、 3. 体毛は黒褐色から暗梅褐色。皮膜は灰褐色または明るい褐色。幼獣は黒っぽい。オスの場合は他種と比べて長い陰形が目立つ。市街地を中心として平野部に広く分布する。東京都心をはじめとする都市部の市街地にも数多く生息し、遊牧の空に普通に見られる。人家のない山間部などには生息せず。 自然洞窟などでの記録は稀にしかない。1.5センチメートルほどの隙間があれば出入りすることができ、家屋の瓦の下、はめ板と壁の間、戸袋の中、天井裏、換気口など建物の隙間などを主な生息場所とする。都市部では高層ビルの非常口裏などのほか、道路、鉄道等の高架や橋の下、大型倉庫内などもねぐらとなる。 数頭の家族単位で暮らすことが多いが、幼獣を含むメスの繁殖集団では50から60頭、時には200頭にもなる。成獣のオスは1頭で暮らすことが比較的多い。夜行性で昼間は寝らで休み、日没近くから夜間に飛び回る。か、ゆすりか、横ばいなどの小型昆虫類を主食とし、うんか、昆虫なども捕食する。 活動は飛没後2時間程度が最も活発。河川などの水面上や田畑、駐車場などのオープンスペース、あるいは街灯の近くなどをひらひらと不規則に飛び回り、飛翔昆虫を捕食する。都市部では有機物量の多いオダク河川から大量に発生する、ゆすり化が重要な食物となっていることが多い。日本では11月の中頃から冬眠に入る。 暖かい場所に多数が集まって、冬越しをする。3月中下旬に冬眠から覚め、活動を開始する。冬眠期間中でも、暖かい日には飛翔する姿が見られることもある。近年、都市部では冬眠しないものも現れている。メスは、満1歳から出産し、7月初旬に1から4頭の子を産む。30日程度で離乳して育つ。10月に入ると交尾を行う。 生死は、メスの生殖期間に蓄えられたまま冬を越す。冬眠明けの4月下旬になってから排卵が起こり、受精、妊娠する。寿命は、オスで3年、メスで5年ほどと、他のコウモリと比べると短い。オスは1年以内に死んでしまうことが多い。シベリア東部からベトナムにかけてのアジア大陸、台湾及び日本。日本国内では、 北海道道央部北を除くほとんど全国に分布する。すなわち、北海道道南部、本州、四国、九州、壱岐島、津島、口の選ぶ島、口の島、宝島、奄美大島、徳之島、沖縄島、ケラマ島、宮古島、イラブ島、入表島などである。ただし、伊豆諸島や南西諸島などには生息の確認されていない島もある。 日本に分布するものとアジア大陸に分布するものを別種とし、後者をパイピストレラス・ジョベネカスとする説もある。その場合、本種は日本固有種ということになる。人家周辺を飛ぶカナドの害虫を捕食するため、油コウモリには液汁としての側面がある。一方、一箇所に暮らす個体数が多い場合、人家を住みかとすることもあって、糞や尿による、 落下汚染とそれに伴う匂いやダニの発生、または夜間の騒音によっても人間生活に被害とみなされる影響を与えることがある。近年、このような苦情は増加傾向にあり、危機剤の使用やコウモリ駆除の依頼をする過程もある。かつては家に住み着いたり入ってきたりすると縁起が良いとされたコウモリだが伝統的なイメージが忘れ去られるとともに、現代では 単に気味が悪いという理由で嫌がる人もある。もともと東アジアでは、コウモリの看護、川堀の、服のジオンである、服、風が、服に通じるとして、縁起の良い動物とされており、日本ではさらに、子宝に恵まれるというイメージもあって、めでたい動物として親しまれた。図柄としても好まれ、江戸後期には、歌舞伎役者、七代目、市川團十郎が、 川掘りの柄を流行らせたという記録も残っている。また、カステラ本家でおなじみ長崎の福祉屋の商標も幸福の象徴として川掘りを図案化している。しかし、西洋の怪奇小説などに由来するコウモリは不吉な動物であるとの概念が浸透して、旧来の概念が薄れたのである。ヒートアイランド現象によって高い気温が保たれ、餌となる小型昆虫の多い都市部は、 油コウモリにとって有利な生存環境であり、都市部では近年その数が増加している。住宅街等でも容易に観察することのできる身近な哺乳動物として貴重な存在と言える。ありがとうございます。